皆さんこんばんは。おいしい競馬今週もよろしくお願いいたします。今週も先週に引き続きまして素敵なゲストが来てくださっています。4週連続の登場です。準レギュラーのインスタントジョンソンジャイさんです。よろしくお願いします。いやー、準っていい響きですね。もう準レギュラーですね。丸1ヶ月ですけどね、はいはい、もう本当ありがたい話でね、ジャイさんに来てもらえると本当嬉しいです。良かったですね。はい、ということで今回はですね、日曜日に行われます G3 キーンランドカップを予想したいと思います。うん、今回も札幌ですけど、なんか札幌続きますね。まあそうですね、まあ、札幌のなんていうんですかね、北海道夏のメイン会場なんですよね。続きますねって、そういうだから毎週変わるわけじゃないじゃん。でもなんか札幌ってそんなに続くイメージがない。そう、どういうこと？結構ね、毎週のように重賞やっててね。そうなんですか。はい、はい、あのまあ、夏のメイン会場ではありますね。まあ暑いし、今札幌ってもう長袖の季節になったんだったそうです。札幌で働いてる私の。ああ、もう長袖の友達が。そうですね、そんな寒いんだ。もうノンスリーブの洋服買おうかなって相談されて、いいんじゃないって言ったら、東京の時にそれを言ってて、札幌に帰ったらもう寒くなっちゃって、着られなくなったって話してました。実際僕らもその札幌のその後半の開催行った時は、夜早朝の調教の時にはもうストーブついてますね。時期によっては、はい、僕先週北海道行ってたんですよ。寒かったですか？いや普通でした。じゃあなんかちょっと思い違いなのかな。いやいや本当でも急に変わるんですよね。で朝晩が冷えるんですよ。あ、まあそうかもしれない。向こうって、はい、はい、最初のコーナーは穴馬未来予想。競馬の枠順が決まるのはレースの週の直前の金曜日となっています。この収録はレース開催の1週間前ですので、出走予定馬もまだ確定していない状態で、馬券に絡みそうな穴馬をあえてここで紹介しようというコーナーになっています。うん、はい、今回予想するキーンランドカップですが、千葉さん一言で言うとどんなレースですか？そうですね、まあ、スプリンターズステークスの前哨戦かな。あ、結構じゃあ、うん、大事な試合ですね。まあそうですね、サマースプリントシリーズというのの一つでもあるんですけど、うん、まあまあここからスプリンターズステークス行きたいなっていう馬が多いんじゃないですかね。 1200m で芝 で、はい、でね、ここで優勝するとやっぱりこうスプリンターズステークスでも優勝候補に上がるんですか？まあまあそうですね、ただまあなんかスプリンターズステークスの場合ね、ちょっと なんですかね、最近はこう純スプリンターばっかりじゃなかったりするんでね、うん、こうグランアレグリアみたいな、君ここも出てくるのみたいなタイプが出てきてかっさらっていったりするんで、まあ、難しいところではあるんですけども、まあまあ、ここ勝てば確かに候補の人一頭にはなりますね。うん、これどうなんですか、やっぱ気候とかも考えると札幌に慣れてる馬の方が良かったりするんですか？そうですね、このレースはね、確かにその、まあ、UHB、なんだ、 UHB 賞だったかハイだったか、できっちりとした前哨戦があって、うん、そこ使ってる馬がいいですね。函館スプリンテスからか、その UHB 賞かなんかを使ってる馬がまあまあ比較的、よく走るかなという感じですね。北海道で確かに洋芝の実績がある方がいいですね。で、これもあれですけど、今年も出てますけど、連続構想というか同じ馬が構想しやすいレースではあります。なるほど。ジャイさんどうですか、キーンランドカップはどんなところに注目しますか？そうですね、まあまあ洋芝とスプリント適正、うん、あれ去年がレハリア、去年はレハリア、はい、そうですね、だから、まあ、去年の勝ち馬が出てくるということで、うん、まあそこら辺がリピーターとしてどうなのか。やっぱリピーターって大事なんですね。うん、まあそうですね、この特にこう北海道のレースとかで、北海道のレース全体的にリピーター多いですね。函館的にもそうだし、このキーンランドカップもそうですしね、まあまあその時期的なものもあるんでね、ここに注力するっていうタイプの馬もいるんで、まあとにかく前年高相場が出てたら、とりあえず気をつけようみたいなところはありますね。さあということで、ここで、出走予定の馬の中から馬券に絡みそうな穴馬を予想していきたいと思います。うん、いっぱい名前上がってますけど、ジャイさんどうですか、なんか気になる馬います？まあちょっと
さすがに未来すぎてまだ予想できてないんですけれども、うん、まあ、東進マカオなんか面白いかなっていう、うん、あそうね、3歳はね、うん、はい、まあ、ビッグアーサーという、まあ、これまたスプリントで強かった馬ですけれども、まあ、そこら辺の3区で結構調子悪いですよね、うん、なんかまあちょっと勝負かかってる感はありますね、ここに向けてね、まあ、そういう意味でちょっと狙ってみてもいいかなという、うんうん、まあ、現時点では、はい、私18ガール、おー18歳、はい、気になりますね、うん、なんか思春期って感じでいいですよね、はい、はい、18ガール、あとタケさん乗るっていうの、タケさん、あ、そうですね、タケさんが乗るらしいですね。18ガールもう何歳ですか。今6歳です。18ガール6歳です、はい。どうなんですか18ガール、うん、いや、この馬ね、それこそ一昨年勝って去年が2着っていう、もう典型的なリピーターですよね。なかなか3回リピートするの大変なんですけど、まあ、年々馬の能力ってそのやっぱ基本的には3、4歳を遅くて5歳あたりがピークになりがちなんで、まあ、6歳までねそのキープできてればというところはあるんですが、ただまあ、それもみんなも分かってることでね、ちょっと人気をこれだけ実績がある馬にもかかわらずそれなりに人気は落ち着きそうなので、うん、なんかいつも18があると人気ないって聞きますもん、ね、そうでもあと12年走るんでそっか18歳そうそうそう、ね、確かに確かにそうだ、あと12年まだ若いですよ、まだ若いですね、はいはい、あと私マウンテン娘、山ガール の妹、あの娘さんだよみたいな話、はいはいはい、山ガールの娘のマウンテン娘ね、はい、アイビス様出した8着でしたかね、はいはい、なんかパコさんこの間勝ってましたよね。パコってね、あ、そうそう、今度のねワールドオールスタージョッキーズっていうのが今週あるんですけど、それで来日したフランス人の女性騎手、女性騎手なんですね、はい、あ、じゃあマウンテン娘の上に女性騎手が乗るんですね。そう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 、なんで素敵なマウンテン、マウンテン娘、確かに確かにマウンテン娘で、マウントマウントマウントですね、はい確かに確かにマウンテン娘いいですね、うん、どうですか調子は。マウンテン、まあまあまあそうですね、これも、まあ、パコーが乗るって言うんだったらそれなりに面白いんじゃないですかね。あ、そうなんですね、うん、全くそのなんか脈のない馬を、うん、そのワールドオールスタージョッキーに来るジョッキーに頼んだりしないですからね。へ、うん、私、いや、ある程度調子がいいからこそ乗せようってなったってことですよね。まあそうなんじゃないですかね。まあ、じゃあ分かんないですけどね、そのとりあえず来るから乗せてみようみたいなこともなくはないので、はい。あとシゲルピンクルビーもどっかで聞いたことあるんですけど、まあそうですね、その去年の桜花賞あたり出てましたかね、うん、能力的にはね、その全然来てもおかしくないんですけど、なんかこのままね、そう全然安定しないんで。そうだよね、波がある、うん、波がありますね、波ありますね。でもハマった時は全然来る。そうなんですよね。どうなんだろう、戦に戦に、まあ戦にの方がもう今はいいんじゃないですかね。これ何ダイヤメジャーでしたっけ、あのモーリスです。あ、モーリスか、うん、そうか、シゲルピンダイヤの妹ですね。あ、そうですそうですそうです。あ、そう、名前が似てるんですね。そうそうそう、なんかちょっとそう、もうそう、もう僕もあのどれがどれか分かんないごっちゃになるんですけど、しかもあのなんかちょっとタイプ似てるんですよね。そう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 姉妹だけありますね。そうですね、はい。ではここからは千葉さんのランキングで発表していただきたいと思います、はい、注目馬ベスト5は。そうですね、まず最初は18ガールですね。あ、一緒だ、うん、まあ18ガールもだって、おととし1着去年2着なんで、もう適性明らかなんですよね。そうですよ、絶対向いてる。あとはだからそのこの1年で、まあ、どれぐらい その能力キープできてるか、まあ、まあ上がってるってことはないんでしょうけど、あの全然能力落ちてなければ今年も全然来て不思議じゃないですし、あの多少例えばそのピークほどじゃなくても人気考えると結構今年も買いんじるんじゃないのっていうレベルに落ち着きそうな人気ですよね、さっきもありましたけどなぜか人気しないんですよ、うん、てかなんかちゃんとなんていうかね、着崩してから得意レース に出てくるっていうタイプなんで。そうね確かに買い時なんで、ね、買い時ですね、ヒーランドカップが、はい、僕この馬もう割と大手馬で一昨年も本命でしたし、お、はい、なんかあのなんとなく来そうだなっていう時はこうありますね。へ、来た時は大体買ってたりします。今回は来そうですか。今回はちょっとまあね、枠とかね、その辺もあるんでね、ただまあ、あの抑えたいなっていう人気になると思うんでね、抑えときたいと思います。では第4位の発表です。はい、これキルロード。あ、聞いたことありますよ、キルロード、うん、あの高松宮記念で17番人気3着っていう、うん、
まあ、大穴を開けたんですけども。では第3位の発表です。はい、オパールシャルムという馬が出ます。オパールシャルム、はい、これも、あった枝さん、うん、枝テルのお手馬ですね、はい、枝テルジョッキーのお手馬で重賞望むっていうの自体がね、もうなんかなんとなく穴っぽい匂いがするんですけども、これもね連勝してるんで、まあ、そこそこ売れるとは思うんですが、うん、なんですかね、そのダイヤメジャーの牝馬でちょっと雰囲気的に2018年のこのレース勝ったナックヴィーナスっていう馬がいるんですけど、それとねちょっとなんとなく雰囲気似てる感じの馬なんで、まあまあちょっと買いかなという気はしております。では第2位です。はい、これちょっと人気だと思うんですけどね、ウィン・マーベル、ウィン・マーベル、はい、青いエスっていう3歳の限定のスプリント重賞を買って、ここに臨むんで、その去年のレイハリアとかと一緒のパターンですかね。そもそもまあ金量的に3歳が優位なになりやすいっていうのもあるし、まあ人気だとは思うんですけど、これはまあその最初デビューしたとこ全然というか、まあいまいちだったんですけど、ブリンカーって言ってこうこれをつけたら本当激変してすごい集中して走るようになったんですよね。うん、まあこの勢いある馬なんで、いいとこじゃないですかね。では第1位の発表です。はい、これはねもう本当期待してるんですよ。バトレニっていう馬が出てきます。バトレニ、横山ジョッキーですか。あ、横山武史ジョッキーですね、の予定ですね。これねお父さんグラスワンダーっていう、まあなんですかね、そのまあかつての、まあ、名馬ですね。でグラスワンダーってもういいとして持ちボボも引退してて、なんですが、そのスクリーンヒーローとか出して、すごくまあ芝馬としてなんていうんですかね、すごい大活躍したってわけじゃないんですけど、そう地味だけどなんかねそう大活躍したってわけではないんですけど、まあいい馬出して、うん、でその息長く今も元気に、まあ、生きて元気にしてるっていうのもあるし、これねこのオープン級を出すのも結構久しぶりなんですよ、グラスワンダー。グラスワンダーね、はい、でグラスワンダーちょっと調べたら重賞に出てくるの自体が、うん、2017年3区がね、2017年のアイビスサマーダッシュ以来なんで、久しぶりだ。久しぶりにねオープン級が出てきましたね、グラスワンダー。でこのまあ実際グラスワンダー自体は1995年生まれで、ずいぶん昔だ。そうそうそう、98年とか99年あたりに、私に一つした、そうそうそう、めちゃくちゃ強かった。その辺で活躍したんですね。3歳で有馬記念勝ったりとか。今27歳生きてますか。今生きてます、はい、すごい長生き。その同世代でこのクラスで生きてる馬はそんなにいないんでね。あれ2歳でなんかレコード勝ち、はいはい、朝日杯をもう圧勝して本当にすごい馬だったんですね。そうですね。あれその後故障したんでしたっけ。そうですね、故障しましたね。間隔空いてます ね。でなんか毎日王冠でね、サイレンス鈴鹿とやったりとか、有馬記念3歳で勝ったりとか、うん、でその後なんかグランプリだけを縫うようにして勝つみたいな感じの、そう、ね、すごい強かって、で、まあ、シボバとしてもなんていうかコンスタントに出すっていうタイプじゃないんですけど、すごい大当たりを1個出してるんで、うん、面白い馬なんですけど、それが久しぶりに、オープン馬を出して、でそのまあ、お父さんこれそもそもその、まあ、グラスワンダーもう27歳ですから、このバトレニっていう馬自体が、まあ、お父さんがもう22歳でお母さんが17歳のちょっとこう高齢カップルでの、うん、まあ種付けで、まあ、生まれたその走る馬、大事に育てられるやつですね。そうね、まあこんなこと言ったらなんですけども、繁殖牝馬もわりかし若い方が重宝されるんですよね、うん、やっぱり受胎率も高いですし、はい、でまあ、もういい年になっちゃうと受胎率も下がっちゃうし、うん、その例えばこう大きな牧場からは、まあ、この年になったんでって言ってこうちっちゃい牧場 に売られていったりとかそういうこともあるんですけども、なんでそうい う高齢カップルから、まあ、生まれたんですが、これねこの馬自身がひいおばあさんがねウィニングカラーズって言ってケンタッキーダービーっていう大きいレースを牝馬にして勝ったみたいな、まあ、ちょっととんでもない馬、うんの、まあ、じゃあすごい品系はいいってことですね。品系すごい日本入ってる中でもいい品系 でそこにグラスワンダーつけて、久しぶりにオープン馬が出たっていうことで、結構ねそのグラスワンダーってなんていうんですかね、ファン変なファンが多いんですよ。それ大丈夫ですか言っちゃって。いや多分みんな自覚してるから大丈夫です。グラスワンダーファンは自分はちょっと変わってるんだっていうのをちゃんとみんな自覚してて、人気はするんですか。
どうですかね、まあ、連勝中ですけど、今回連勝中の馬も今名前上がったところでウィン・マーベルとかオパール・シャルトンとかもいるし、まあ、でもまあまあそこそこ人気はすると思いますね。あの上位人気の一角までいくかな、なんとなく単勝10倍いくかいかんかぐらいか の そんな人気になりますか感じには思ってるんですけど、さすがにまあグラスファンダっちゅうだけで人気することもないでしょうから。そうですね、はい。ただまあ非常に、期待してる馬ですね。バトレニってあのクロアチア代表のサッカーの、あだ名でもありますね。そうです、はい、確かに。あ、そういうことか。うん、そうですね、多分そのサッカーつながりの名前じゃないですかね。ちょっとより応援したくなりました、はい、ということで今の、予想をもとにですね、皆さんもぜひキーンランドカップチャレンジしてみてください。さあ続いてそんなキーンランドカップに関係する話題を千葉さんに教えていただきたいと思います、うん、競馬に恋した君を沼に沈める一丁目こちらは競馬初心者の私三谷が競馬記者の千葉さんとそして師匠のジャイさんから競馬の面白さを教わって競馬の沼に沈んでいくコーナーでございます。ということで、はい、今回教えてくださるのはどんなコーナー、テーマですか。そうですね、今回まあそのキーンランドカップなんで、うん、1200m 戦スプリント戦みたいなのをざっくり話しようかなみたいな。1200 短いからスプリントってことですよね。まあそうなんですけど、これもね、あの先週の放牧としてね、ちょっと言葉的には誤解を生みやすいんですけど、うん、はい、例えば陸上で人間の陸上でスプリントって言ったら100とかですよね。 ね、うん、でもそのでマラソンって言った時、あの長距離って言ったらマラソンとかですね、はい、少なくともあの1万メートルとかですよね、うん、あれそれってもう10キロとかじゃないですか、うん、マラソンとか42キロも走るじゃないですか、うん、で100メートルで42キロってめっちゃ離れてますよね、うん、で競馬の場合スプリント戦って言った時1200メートルでステイヤーズステックスって言ったら3600メートルで実際には3倍しか差がないんですよね、はい、ってことはそのカテゴリーとしては人間のスプリント戦とマラソンほどは、まあ、1200と3600は離れてないんですけど、ただまあその微細な差が問題になるのが、まあ、サラブレッドっていう、うん、まあ、生き物で繊細ですからね、サラブレッド。まあそうですね、その 1200m と 3600m だとやっぱ走り方が変わってくるんで、うん、なんかこの辺の、まあ、なんか得意な血統であるとか、まあまあ、それこそ厩舎とかジョッキーでもスプリント戦の方が得意みたいな人がいたりするので、まあ、面白いところではありますよね。実際スプリンターを産みたいと思って産むのか、それともこの馬とこの馬を掛け合わせたからスプリンターになるのかみたいな。はい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 、その辺基本的にはやっぱそういうお父さんが 100m 走選手、うん、お母さんも 100m 走の選手だったら足が速い、マラソンにはいかない、うん、そうですね、パターンが多いです。そういうことか。そうです、なるほどなるほど、 まさにそういう感じだと思いますね。実際にこうだから、まあ、に馬にとっての 1200m っていうのは例えば人間の 100m ほどは短くないんですよね、うんうん、あの人間の 100m って おそらくあれ最初から最後まで多分全力できますよね。できます、できます。で馬の 1200m はちょっと全力が無理なんですよ、うん、最初から最後まで全力は。変な話はあのアイビスサマーダッシュみたいな 1000m でも行きっぱなしは無理、うん、確かにそうだったかも。多分ね、馬のね、その多分最大こうなんですか、の加速のトップスピード の、まあ、持続時間っておそらく20秒とかそんなもんだと思うんですよね。せいぜい無酸素運動の距離ってどれぐらいなんですか。あれね、あのね、馬の場合最大加速の時でも有酸素運動なんですよ。最大加速で、はい、もういきなりでも、はい、なんで、はい、この辺はね、なかなかそのまあ種族的な意義もあるんでしょうけど、うん、実際その馬で調教次第で例えばこう時速50キロですかね、するとまあ 3,4 キロはずっとそのペースで走れるんですよね、はいはいはい、でずっと有酸素運動で走って、うん、でその速く巡行できる長く巡行できる速度がその他の動物に比べて長いですね、馬はね、うんうん、例えばチーターとかだとあれ本当に多分最大加速のトップスピード2、3秒しか続かないんで、うん、ああそうなんだ、うん、もうちょっと、まあ、でもせいぜいその、まあ、2、3秒短くないですか。短い、多分110キロとかなるのはそれぐらいだと思います。まあそうですよね、うん、まあ、で、あのチーターってこうまっすぐ走ったって速いんですけど、実際はあの獲物を狩るときにあの走るんであんままっすぐ走れないんですよね。なるほど、なるほど。なんでそういうふうにこう本当に
最大加速というのは短いんですけども、うん、馬の場合ある程度のハイペースで長く足を使ってみたいなのができるんですが、本当の最大ピットピークのトップスピードっていうのは多分本当300メートルぐらいじゃないかと思うんですよね、全力で同じスペースで走れるのは。どうなんですか、これそのお父さん馬とお母さん馬が、まあ、どちらかというとスプリンターだったから、はい、生まれた子もきっとスプリンターだろうと思ってやらせてみたけど、なんか思ったのと違うなみたいなことも。北さんブラックなんかそうじゃないですか。あ、そうなんですか。あ、まあ確かにあれで長距離走るって思わないですよね。うん、お母さんは完全にスプリントの血統なんでね。桜爆心王っていう、もうスプリントでももう一番のね種馬、うん、そうですね、がお母さんで天皇賞とか長いとこで勝っちゃったんで。確かにそうです、長い方がいい、うん、逆にじゃあその長いのが得意な馬同士から生まれた大馬さんで、この子はちょっとスプリントはきついよねって思ってたけど、陣営とかその馬主さんはちょっとスプリントを走らせたいからどうにかしたいみたいなことはないんですか。これはね、あのステイヤー×ステイヤーでスプリントってあんま珍しくないんですよ。うん、実はむしろそのなんていうんですかね、まあ、条件級とかの話にもなりますけど、なんか芝の中距離で通用しないからって言ってどんどん距離縮めていくっていうのは、まあ、よくあることなんで、で最終的に 1200m にステイヤー血統がいっぱい走ってるっていうのは、うん、もう本当割としょっちゅう見る現象。じゃあ距離短縮はそこまで難しくないけど、延長の方が難しい。どっちかというと馬はやっぱ延長の方が難しいですね。馬は自分がその次に走る距離みたいなのの時に我慢させられる方がしんどいですよね、こうなん、あの促されるよりね。なんで早く、まあ早く追われる分には平気ですけど、我慢させられて追うのを我慢させられるっていうのは大変なんで、うん、基本的には、まあ、延長が得意な馬っていうのはそれだけでもうお金になるレベルですね。ちなみに4、5馬単位ではいますね。いますか、うん、へえ。さっきジャイさんが言ってましたけど、その北さんブラックの親はすごく血統的にはすごくいいスプリンターだったって。うん、まあそうですね。母父は桜爆心王ね。フィンランドカップはいます。すごいスプリンター。そうですね。それこそまあ母父大気シャトルいますね。オパールシャルムとか、オパールシャルムって母お母さんのお父さんが大気シャトルって言って、まあ先週かな、死んだんですけども、うん、これまた日本の誇る。うん、まあ、マイラーですけどね、まあ、スプリントもマイルも勝ったっていうような馬でフランスまで行って G1 勝ったりとかした。じゃあお父さん、お母さん、母父ですね。母父、お母さんのお父さん、おじいちゃん、まあ、馬的には競馬的には母父とか母の父っていうんですけど、じいじのために頑張るって言って今回勝つかもしれないですね。もうなんかね、待機シャトルが死んだ後に待機シャトル関係の馬が、地方で3連勝したとか、その結構あるって、うん、これはなんかよくあるんですよね。死んだ種牡馬の子は走るとか、その関連はよく走るみたいなのが。力をもらえるのかもしれない。それはね、まあ、そういうのがあればいいですけど、実際にはこう、なんですかね、担当してる人とかが意識するんですよね。あ、で頑張らせようって。そう、頑張らせようみたいなの、うんうん、のがあるんで、まあ、いわゆるそのスプリント、というか短距離血統としての、オパールシャルムの母父の待機シャトルであるとか、それこそビッグアーサー3区、ビッグアーサー自体がまあ結構なスプリンターで、うん、G1 勝つような。で、そのお父さんのお父さんが桜爆心王って、やっぱりさっき名前も出ましたけど、うん、まあ、日本でも屈指のスプリンターで、うん、それの子供がまあ東進マカオということになります。なるほど。じゃあ、キーンランドカップにもそういう馬がいるっていうことですね。まあ、逆にね、そのマイネル・ジェロディ、出てこれないな。それこそバトレに、さっき名前上がりましたけど、グラスファンダって、まあ、1500m とかでも走ってたんですけど、基本的にはちょっと長い距離の方が得意だったような馬なんでね。ロードマックスはディープですよ。ロードマックスは、あれディープでしたっけ吉田さんが乗るパーフェクトトリビュートね。はい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 、はい、この間 UHP 賞勝ったロードマックスはディープで、ディープもね、スプリンターいなくはないですけども、でもディープ自体はですね、うん、スプリントじゃないです。どっちもできる。そうですね、そのじゃないですけど、子供たちの中ではうまくいく子もいるって、スプリントを走るような馬もいます。馬もいます、うん、じゃあそうやって考えると、まあスプリンターって誰でもなれるっていうわけではないけど、頑張ればなれる。まあそうですね、その
例えばですけどもこのその安田隆之厩舎っていう、まあ、あのこう一流厩舎があるんですけどもそこって本当スプリンター出すのが得意なんですよね。もうなんか当初なんかここに入ると、まあ2000ぐらいがいいかなっていう決闘の間でもどっちかというとマイル1000で走るみたいな風に、まあ、その辺は調教の妙もあるんでしょうけども。確かにそのやっぱ短距離長距離って調教の仕方でだいぶ違うと思いますね。違うと思います。やっぱ人間もそうじゃないですか、うん、やっぱり 100m 走の練習するのと長距離の全然違いますよね。息遣いから違いますもんね。そうだからまあそこら辺はやっぱ調教はあるでしょうね、うん。で、あのまあでこれ、まあ、人の場合厩舎とかの場合あの短距離馬作るのがうまいなっていうのをみんながもう認知しだすと、はい、そういう馬もまた入り出すんで、ね、なるほどそういうことがあるんで、うん実際そういう馬が増えていくっていうこともあるでしょうね。なるほど。とてもスプリンターについて知識深まったような気がします。ありがとうございます千葉さん。そしてジャイさんもありがとうございました、はい、さあということであっという間にエンディングの時間となりましたがジャイさん今回も神回でしたか。やっぱりね、もう結構毎週沼にはまるコーナーが内容が濃くて、これ三谷さんすごい恵まれた環境に。そうですね、本当に競馬勉強するといい意味ですごく勉強できますし、まあ、実際ジャイさんとかは、まあ、あの馬券を買う人としては頂点に立ってるんで、本当すごい人に囲まれてるんだなって思いますよ。そうですね、本当ありがとうございます。これだからもう1年間やってみて、はい、ポンコツ卒業できなかったらもうクビです。ちょっとこの変えてもらいましょう真ん中の人を、頑張ります、はい、頑張ってくださいということでジャイさん何かあのお知らせがあれば、はい、ジャイチューブとかいろいろやってますのでぜひご覧ください。そしてキーンランドカップのレース展開や開目など詳しい情報については枠順確定後にロガールブログで公開しますのでぜひそちらもご覧ください。ということで準レギュラーのジャイさん4週にわたってもう1ヶ月ですね、はい、まるっと来ていただきましたけれども、はい、ぜひまた純粋に遊びに来てください、はい、何週連続続くのかちょっと楽しみですそうですね、もうここまで来ると皆さんも予想していただければと思います。ルビーの指輪ぐらい続く懐かしいわベスト10、はい、ベスト10ということで皆さん今日もご覧いただきましてありがとうございました。良い週末をお過ごしください。さよなら。